どうも、森です。それではマスターリーグやっていきましょう。本日は J リーグ清水エスパルス戦をやっていきたいと思います。さあ、ここで湘南ベルマーレクイズ。次のクラブに在籍した選手は誰でしょうか？わかりましたでしょうか？答えはエンディングで発表します。湘南ベルマーレ対清水エスパルス、スターティングメンバーはご覧の通りになっております。本日は岩崎をウィングバックとして起用してやっていきたいと思います。それではお願いします。雨ですね。あ、ボールが結構伸びそうな感じです。おい、後ろ、岩崎、みゆき、縦に、弱いなパスが、ナイス。いいね、くさび、石原、タリク、いやー、ずれてんな、ワントラップしていいな。OK、サカ、ウタ、石原。あー、ワンタッチでかわせないか。福田、みゆき、くさび当てて、タリク、オッケー、岩崎ゴー、ナイス。はいだ、いやー、厳しいかー、それは。ひろかずゴー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 、スピードでいけんじゃない？いいね、こいこいこー。いやー、キーパー正面すぎるな。うわー、ずれた。おいおいおい、いやー、そんなペナ内でフィジカル当てられてボール取られちゃダメだよ。いらない失点だな。さあ、幸先悪いっすね。そこじゃない。さっき、タリック、ミユキ、タリク。いやー。くそー、なんかフィジカル当てられるとすぐよろめくな。ミユキ、タリク。いやー、タッチがでかい。くそ。ミツキ、福田、ミユキ、サイド。OK。ひろかず、ジアラ。ダンしてミユキ。みゆき、決めろ！よし！来たー！決まったー！おーみゆき、みゆきひでとし、見せつけろ、勝利へのパスを。ナイスシュー！よっしゃー、前半で追いつきましたー。中でつなげれれば点は取れそうな感じがしますね。おいわ、ミスゴ、やーい、やっとにこ、ノータン、ノータン、ここだよ、ここ。オッケー、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 ナイスブロック。ボスタイムで失点はしたくないな。オッケー、ナイス、ナイス、オッケー、オッケー、オッケー。1対1で前半折り返しいたします。それでは後半お願いします。早い時間に追加点を取りたい。ナイス、見つけ、福田、無理か、オラキルキ、くそ、みゆきですとか、みゆき、石原、うわー、ここ拾ってこ、ここ拾ってこ、オッケーオッケーオッケー、マイボールになればオッケー、ナイス、また抜き、きた、うわー、抜きで、
出てきた瞬間狙ったんだけどな。オッケー、ナイス。雑だな。ミユキ、やべ、取るか。じゃあな。オッケー、福田。一回手を。もう一回。ダリク。ダリク、いや、ダリクか。さあ、メンバー交代して一気に流れを変えていきたいです。ナイス、カズナリ。いや、それはひどいな。いや、いいね、福田。やべ、読まれてる。いやー、もう出すとこが微妙だな。なんだそれ、パスなのか。トミ、トミ、トミ、オッケー。イブで行ってよかったな。ドイツ、ターリク、落として。いやー、ミスター出ちゃダメだ今。よし、やばい、もう1分じゃん、ロスタイム。いやー、そのパスミスるなよ。1対1で試合終了です。前半で得点が動いただけで、後半は得点は動きませんでした。順位表はご覧の通りになっております。引き分けて勝ち点1を手に入れましたが、上位陣は勝利しているので勝ち点差が広がってしまいました。4位交代ということになっております。ということで、本日清水エスパルスとの試合を1対1で終えました。順位は後退して4位に下がってしまいました。残り J リーグ5節、残り5節でこの勝ち点差を考えると、もうちょっと頑張っても3位に入れるかどうかっていうところになってきてしまいますね。まあ、ちょっとあと残り5節負けないように戦って、4位以内で終わればチャンピオンズリーグ出れますので、ちょっとそちら頑張っていきたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、そして高評価ボタンを押してくれると嬉しいです。また次の動画を楽しみにしていてください。バイバーイ。